身長美容医師学科生成形学生も身長先生こと田辺です。今日もですね、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長が増した人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくズバリなんですけども、出版が決まりましたとパチ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 ご支援ありがとうございます。私の本ですね、これでまあ2冊目になっていきますね。本の内容もちろんですけども、身長に関する本をね、出版させていただきます。前回ですね、 PHP という出版社の方からですね、13歳からでも身長伸ばせるですね、こちらの方ですね、出版させていただきました。で、今回ですね、2月22日ですね、覚えやすいですね、2024年2月22日にですね、角川の方からですね、1万5000人を見てたどり着いたすごい身長伸ばし方ですね、こちらの方を出版させていただくことになりましたので、ぜひね、皆さんも見ていただくと嬉しいかなというふうに思っております。ということで、まあ、今回ですね、この出版記念ということですね、まあ、ズバリなんですけどね、最終身長予測の方ね、またさせていただきたいかなというふうに思いますので、まあ、この機会を通してですね、ぜひ皆さんね、最終身長が何センチになるのか、まあ、占ってみるというですね、私の予想ですね、受けていただければというふうに思っております。普段であればですね、無料最終身長予測というふうに記載するんですけども、今回ね、まあ、もちろん皆さんにね、最終身長予測に関してね、お金かかるということではないんですけども、まあ、一つだけお願い事がありますということで、簡単に本の予約をお願いしますということで、率直に言っちゃいましたということで、今回はまあ、完全無料というか、まあ、一応ね、本を予約していただいた方に、最終身長予測の方ね、この YouTube を通してさせていただきたいと思いますので、ぜひね、予約していただいた上で、こちらの方もね、コメント欄の方に記載をお願いします。コメント欄の方に記載するにあたってなんですけども、実は私ですね、本を皆さんが予約したいかを確認する方法がなんとありませんということで、今回に関しては皆さんの、ね、両親、心にですね、お任せしようかなというふうに思っておりますので、本当にずるい人に関して言ったらですね、本を予約しなくてもなんとですね、これ本を予約しましたというふうに記載するだけで、最終身長予測ができてしまうということで、まあ、ちょっと、ね、性格の悪い人なんかは、ね、無料でできちゃうかもしれません。まあ、そこは本当に皆さんの両親に任せたいというふうに思っております。ということですね、コメント欄の、ね、どういったことを記載していただくか、まあ、私の方が説明させていただきたいと思います。まず1番目とかですね、本を予約しましたよというふうに記載してください。ぜひお願いします。本当に予約していただけるとすごく嬉しいですし、本を予約してない人も予約するつもりがすごくあれば、予約してますというふうに記載してもいいのかもしれません。いや、皆さんね、そこは両親に任せますよ。ぜひ本のご予約お待ちしております。それ2番目、性別の方を記載してください。男性なのか女性なのか記載してください。そして3番目が現在の身長ですね。現在の身長を記載するにあたってはですね、何歳何ヶ月何センチなのかとですね、必ず月齢まで記載するようにしてください。例えば13歳というふうに記載があっても、13歳0ヶ月なのか13歳11ヶ月なのかによってもう全然予測が変わってきますので、必ずね、現在の身長を記載するときはですね、月齢まで記載するようにお願いします。そして4番目が過去の身長ですね。過去の身長も同様ですね、まあ、できるだけ多いデータの方が嬉しいんですけども、必ず月齢まで記載するようにお願いします。特に間違った例としてあるあるなのが、例えば小学校6年生の4月の時に計測しちゃうみたいな、こういったのダメですので注意してください。必ず何歳何ヶ月何センチなのかね、学年で記載するのはダメですよ。そこだけ十分ご注意ください。次ですね、5番目、ご両親の身長の方を記載してください。次6番目、新規症状ってことですね。まあ、ここに関してはまあ YouTube ですね、まあ、簡単にして早熟なのか晩熟なのかとか、女性であればですね、あと生理の時期とか、男性であればですね、まあ、陰毛が生えてきた時期とか、声がいがしてきた時期とか、そういったのを記載していただくと、こちらの方で判定をさせていただきます。そして7番目とかですね、まあ、採血とかですね、まあ、他の情報ですね、まあ、そういったのもしあれば、記載していただくと嬉しいです。そして8番目とかですね、まあ、応援メッセージの方ですね、まあ、今回出版の方決まりました。で、特にね、最初のね、予約数によってですね、まあ、この本の売れ行き決まるというふうに言われてますので、私としてもですね、まあ、気合を入れてですね、まあ、皆さん予約していただきたいなというふうに思っておりますので、まあ、もしよろしければ、私にですね、応援のメッセージいただけると、私もですね、まあ、元気よくですね、また皆さんの最終身長予測できるのかなというふうに思っておりますので、ぜひですね、応援のメッセージをお待ちしております。まあ、今回ですね、まあ、2024年2月22日ですね、角川の方からですね、1万5000人を見てたどり着いたすごい身長伸ばし方ですね、こちらの方ね、出版させていただくという記念の方でね、最終身長予測の方ね、やっていきたいと思いますので、たくさんのね、ご応募と、そしてご予約の方ね、お待ちしております。それではまた、バイバーイ。コメントの方ね、たくさんお待ちしますよ。予約もお待ちしますよ。それではバイバーイ。